お腹の大きなおじさま、白いお洋服が破れそうだよ。金のボタンも取れそうだよ。魔法使いが持ってきた空飛ぶ絨毯に乗りたいな。空より高く飛びたいな。うん、まあ当時からね、やっぱ肥満問題はね、叫ばれていたのかもしれません。ソニックさんです。そうです、ソニックさんですね。まあ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 言わないよね、名古屋の人じゃないんだから。もう本当にもう、あなたったら、あなたったら、私ったらね、そうですよね、そうです、私ったらのソニックさんです。え、本日はもう本日のね、お題に入りましょうね。もう本当に初めてこのチャンネルを見る方はね、何かとよくわかんないですけど、占いのチャンネルです。しかもタロットスペシャリストソニックさんのチャンネルですね。最も今日本でね、イケてるタロットね、占い師、それはソニックさんね。そうです、ここは、タロットね、あれですよ、占いをこうなんか当ててじゃなくて、これタロット学ぶとこでもあります。だからここはね、ソニックさん門下生という人たちがね、日々ね、ロムってタロット学んでるとこです。です、ね、あなたももし興味があったらね、ソニックさん解釈からタロット学ぶとよろしいと思いますね。そんなで、ね、行ってみましょうね、行ってみましょう、行ってみましょうね。はい、はい、本日のお題入ります。本日のお題はビャーンね、あの人と出会った意味、恋愛、人間関係全般。そうですね。まあね、意味を知りたい。そう、君が今日僕と出会ってしまった、その意味を僕も君も知りたいと思う。それはとても素晴らしいことだと思う。なぜかというと、僕と君が出会った理由は、ソニーフラッシュ。ラブだからだよ。そう、僕たちは愛し合うために生まれてきたのさ。そうです、愛のゴンゲー、ソニックさんです。いや、まあね、なんでござんすよ。まあとりあえずね、ね、6つの中からね、一つを選ぶやよ。ね、もうね、6つの中から一つ選ぼうね。そうしましょうね、そうしましょう、そうしましょうね。もう今日はね、あれですよ、あの人と出会ったね、意味ね、いいじゃないですかね、あの人と出会った意味ね。じゃあまず一発目ね、もう6分の1ね、ちょっとメモっちゃおうかな。あとメモるの、ソニックさんすぐにボールペンがどっか行っちゃってない、もうな、これがな。あったね、よかったよかった、すぐに見つかった。うんね、1,2,3,4,5,6 ね、よし、じゃあ6ね、6分の1。もうこうあれよ、出会った理由ね、もう理由と結果ね、理由と結果、もうね、もう2枚ね、1枚出て、それの裏付けの1枚ね。そうですね、今日はですね、下にね、赤いね、ベルベットのね、布を敷いたんだけどね、なんかね、あれなんでね、カードのね、スキャナーがね、光を勝手に調整してるからね、全然暗い色に映っちゃって、これっぽっちも入らなかったね。参ったね。ソニックさん、9ポンド99ペンスが無駄になったかな。この布を買うためにね。ほら、ちょっと綺麗ね。ちょっとだけね。ちょっとだけよ。ね、そうですよね。まあね、あれですわ。まあ皆さんどうですか？今年はね、日本はね、猛暑ですけどもね。猛暑ですよね。そうですよね。もう、とりあえずね、もうどうする？甲子園とかね、どうするんでしょうね。もう本当ね、まあソニックさんはね、ロンドンですよ。ロンドンに住んでるんでね。甲子園ないんですけどね。そうですね。まあ、なんでしょうね。まあなんか、あれですね、今さっきもね、銀行行くんでね、ちょっと街に行きましたけど、なんかもうあれ、女の子はさ、チューブトップ、なんかもうなんかヨーロッパの女の子がさ、もうなんかもうあれだよ、下着以上全裸未満。もうなんかもう そんな感じよ、装いがね。はい、行くよね。あの人と出会った意味ね、はい、なんか6の1を選んだ人、これがね、はい、意味です。はい、それでこれがですね、あれです、理由ですね。今日ちょっと画面に変な色つけてました。夏っぽくね。後で消そうかな、まあいいや。はい、じゃあ理由はまずね、出会った意味ね、はい、これが意味ですね。はい、技が使えないね、あの人と出会って技が使えないね、なんでなのポンね。これがですね、はい、自分の立ち位置を考えないね。そうですね、自分の立ち位置を考えない。そうですね、まあ、必ずしもね、人との出会い
合いがね、いいことではない時もありますからね。まあ、その今気になる位置を選んだ人、ね、これはですね、相手とね、出会ったことによって、技が使えないことを知った。ね、そういうこともありますね。あ、この人には勝てないや。ね。うん、そうそうね。まあ、ソニックさんにタロットで勝とうなんざ、まあ、早いよ。ね、そうそう。で、勝ち負けねえもんだって、ソニックさんだって、別にもう、うん、もうタロットに疲れてるだけでもって、もう、本当に。うん、そうですよ。ね。まあ、そんなことがありますね。自分の立ち位置をね、考慮しない。そうですね。うん、なんかね、うん、そういうことをね、まだまだ通用しなかった。これがですね、位置を選んだ人に、ね、ね、なぜね、出会ったのかね。まあそうですね。うん。まあ、失敗から学ぶ。悪くないですよ、ね。失敗から学ぶか。ね、自分より実力がある人いる。いいことじゃないですか。ね、いいこと？じゃあ、いいことってことにしとく？ね、いいことってことにしとくか。ね、うん。自分より強い奴がいた。いいことじゃん。いいことですよ。いいことですよね。自分より強い人がいる。ね。もういいじゃないですか。まだまだ努力できるんですから。それが出会った意味ですね。はい。よかったっす。ね。はい。ね。ちょっと、ご利用しね。まあ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 。ね。まあそうそう。ドゥ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 。そうですよ。ね。お腹の大きな王子様ですよ。ね。もう入ったね。うん。もう、あれですよね。まあそこであれですよ。なんかね。危ないこと言っちゃいそうになっちゃった。お腹の大きななんとかさんみたいなね。そうですよね。入った入ったね。うん。ね。そうですね。うん、もう忘れて。あ、ね、2、6の2。そうですね。もうお腹の大きな王子様はね。まあ、それはあれですよね。でも、親の管理が悪いよ、それは。うん。ね。うん。だってね、お腹の大きな王子様って、だってそれもね、なんかね、王様と王女様が忙しいとしてもよ。だってそれは、だってそのバーヤとかいるわけでしょ羊とか。ね、その辺がちゃんと健康管理をしてあげてないわけじゃないですか。それはあれかな、やっぱ二流の王国と言えるんじゃないかな。何をガチガチ語ってみたいな。あ、そう、なんかね、激討論。なぜ、王子様が太ってしまったのか。おい、栄養士だっているじゃん。ロックだっているだろうにな。なんでその、なんかお腹の大きなおじさまなんてね。俺はあれなのかな。なんかこう、ね、うん。なんかこう、即位をなんかね、させないために、なんか、あれなのかな、戦略に巻き込まれちゃったのかな。そうね。帝王がこう学ぶ身の人間が肥満ってわけにはいかないからな。もうすごいね。めっちゃ述べてるな、今日ナソニックさんな。もう、毎回意味のないことだけで引っ張るからな、ソニックさんはな。おいしくぜ、2を選んだあなたな。はい、2を選んだあなた。はい、これがですね、結果と理由。ね、あの人と出会った意味。ね、どの人なんか人生の死と呼べる人ね、そうそう。もしくはね、なんかこうね、ね、やられちゃった女の子になっちゃった相手っちゃっちゃね、あの人と出会った意味。ね、これ言ってみましょう。ポン。はい、ですね、あれです。剣の女王様です。これはですね、自分の気持ちが分かってる女王様ですね。とにかく、ね、あれです。もう、自分の気持ちが分かってる。ね。もう、決まってる。これがね、出会った理由、意味は、ね。はい。これをですね、お祝い、チームメイト。そうですね。うん。出会った意味、ね。さあ、どう解釈しましょうか。ね。もう、相手と出会った意味、ね。自分の意思がはっきりしてる。そして、ね、仲間。うん。そうですね。仲間の中でね、意思がはっきりしてる。うん。そう。どうでしょう。どう取りますこれ。これを2を選んだ人。うん。何に対して、これを人を選んでしまったんでしょうね。とにかく、仲間ってことですね。これは、この仲間っていうのは、棒の4は、例えば、ね、テニスサークルとかさ、なんかそういうのとか、あとはバイトみたいな簡単な、なんかね、職業というよりはちょっとミーティングみたいな、そういうところ、あとは飲み会。うん。そうそう。なんかそんな感じらしいですよ。ね。あとは、なんだろうな。うん。決意を持って出会っちゃってるからね。あの人と出会った意味、婚活？まあ、なんか人によってはね、いろいろあるんじゃない？なんかそういうところでね、考えてみてください。そうですね。はい。まあ、これはですね。うん。はい。2を選んだ人ですね。2を選んだ人。まあ、でも、あれかな。まあね、剣の女王様、自分でね、分かってる。自分で分かってるということは、ソニーフラッシュ、ぴょん。うん。自分でね、自分で選んだ道だもの。ね。なんかね、難しいね、相変わらずね。はいはいはい。ね、そうですね。まあそんなんでね、はいはい。今日も暑いです、ソニックさんね。ソニックさんのお部屋ね、扇風機つけてませんけど、33.4 度ね、さっさと終わりたいですね。はい、2が終わりましたね。はい、3、4、5、6ね、さっさと行こう。さっさと行かないと、ソニックさんが干からびちゃう。ね、干からびちゃうからね。そうそうね。そうですよね。あの人と出会った意味ね、恋愛、人間関係全般。そうですね。まあね、人間関係とね、もう言わずね、3、ね、そうそうそうね。まあ、だってペットとかもいいんだよ。ね、なんかペットの何々
々にちゃんと出会った。私はなんでペットの何々ちゃんとラスカルに合わせてくれて、神様ありがとう僕の友達、ね、ラスカルに合わせてくれてとかね、そんなね、うんですよね、うん、ラスカルに合わせてくれてというか、ね、拾ってきているからね、あれね、そうそう、うん、まあね、とにかくね、うん、あ、それがさ、あの、なんですか、あの、なんか、How to Pay やってやつがあってさ、あれをなんか昔さ、あの、なんかね、あの、スマホのアプリで入れててさ、そうしたらさ、なんか、狐の飼い方とか、うん、狐は穴を掘って逃げるので、狐を飼うときは、あのね、檻を作るときに、あの9メートル下まで掘ってください。狐飼わない、もうそんなの。ね、そんなのがありましたね。みんな今日すごく賢くなったね、今日ね、うん、一つ賢くなった、うん、狐をペットとして飼いたいときは、檻を作るときに9メートル掘って柵を、あの、設置してくださいね、うん、はい、役に立った。はい、行くで。はいね、あの人と出会った意味ね、3つ目、そうです、3つ目です。はいね、さあ、どんな意味があるのかな、ね、どんな意味があるんでしょう、あの人とね、僕らは別れた、まあ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 、まあね、そうですね、はい、これがですね、はい、はい、出会った意味1、ね、うん、新しくね、この生活を始める前、これがまず一発目出ましたね。はあ、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 ね、新しく生活を始める前、なぜならなくに、そうですな、これはですね、思い出、うん、そうですね、あの人と出会った意味ね、そうですね、思い出、うん、ラスカルに合わせてくれてって感じでもないな、うん、まあとにかくあれだね、まあまあラスカルに合わせてくれてだったら、これはあのね、新しく生活を始めようと思ったね、それはなんかあの昔飼ってみたかったね、ペットがいたからとかね、そういう感じね、そうですね、これはあれです、出会った意味ね、うん、始める前ね、プランがあったね、プランがあったですね、やってみたいと思っていたことを実行したね、これが3つ目ですね。さあね、来た来た来たね、まあこれはいいんじゃないですかね、予定ね、うん、出会った意味ありましたね、そうですな、でもこれってね、うん、あれかな、なんか出会った意味がみんな意味あるから、今日はあれかな、全部これ全部ソニーフラッシュね、なんかまあ出会った意味あるある、でまあ出会った意味あるあるで、うん、てか出会っちゃったんだから意味ないわけないからな、うん、まあ今日あれだ、今日全勝決定。なんか、うん、なんかそんなでいこうかね、うん、はいはいね、うん、いいじゃん、いいじゃん、なんかみんなハッピーになれるかもしれない。そうね、あと456ね、そうですよ、456出会った意味ね、うんですよ、あとね、どうしようかね、このね、あの、なんかね、このね、シャッフルしたらね、いかにくだらないことをね、あの、言い続けるか、それがもうね、あれですよ、もう何回やってんだろうこれね、うん、半年以上やってるからねこれね。半年まだ経ってないのかな、わかんないな、うん、まあとにかくね、うん、そんなのがありますけどね、いやーね、まあそれにしてもですね、うん、まあどうでしょうね、あとはですな、うん、まあ去年はね、この暑い時期はね、そうですね、よいしょっと、まあね、うん、あ、そう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 、まあ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 、うんとね、そうですな、うん、恋愛ね、人間関係全般、あの人と出会った意味、そうですね、恋愛ね、もう何でしょう、もう恋愛は、じゃあ恋人、うん、恋人と出会った意味ね、どうでしょうね、本当にね、うん、なんかまた不謹慎なこと言いそうになったからやめとこう。なんかね、最近大人になったからね、ソニックさん大人だからね、あの自粛するよ。ほんと、品種を買うことを言いそうになるけど、ちょっと考えるようになった。あのチャンネル登録も増えたから。つまらない男になり始めてるかもしれない。はい、いきますよ、4。4、ね、あの人と出会った意味、誰のこと考えてるこれ。4を選んだ人、これです。ポン。はい、出会った意味。これはですね、あの、ね、かろうじて連絡が取れる。うん。かろうじて連絡が取れるから、なんだろうね。なんでしょう。まあ、ね、それは裏方に回って幸運だから。ね、なんでしょう。あれ、憧れの人、なんかもう、カバン持ちみたいだね、これね。あ、そうそう。うん。で、憧れの先輩のそばで働きたいからね。なんかこれでね、まあ、あの、なんかサポートに徹しちゃうみたいなね。そうですよね。うん、そうですよ。出会った意味ね。うん。なんかそういう感じらしいよ。ね、うん、でもまあ一応ね、関わり合いには慣れたから、ね、ギリギリね、よかったじゃん、うんね、よかったじゃん、よかったね、これが4を選んだ人ね、うん、そう、うん、まあ楽しくいいのかな、うん、ナイスナイス、大丈夫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 、ソニーフラッシュね、そうですね、そうですね、もう今日もね、相変わらずね、やべ、もうさっさと終わらせないと、5と6やんないとソニックさんが干からびちゃう、まずい。やべ、元気なくなって、元気なくなってきた、元気なくなってきた、元気なくなってきた、まずいまずい、まずいまずい、急げ、本当に最近あのね、あのソニックさん、あの、ね、文科生からさ、あの水分補給とあの扇風機回してください、あのコールがあの来ちゃってるからさ、あと5と6ね、まあまあまあ、でもね、いい動画を残すためにはね、苦労もつきもの。
そうですよね。まあね、あとはどうでしょうね。うん、あの人と出会った意味ね、まあ、出会いといえばね、なんでしょうね、もう海とかね、山とかね、プールとかね、そうですよね。うんとね、もう川からね、あの桃が流れてきたりね、もう竹が光ってるから切ったらね、なんかもうね、あの子供真っ二つとかね、違うよ。ね、お腹の大きな、そうですよ、お腹が大きいというかね、なんかそうですね、うん、まあね、うん、そうですな。あとなんかな、なんかね、まあとにかくね、毎日ね、もうあの最近歌う歌がなくなったからね、ちょっと子供の歌をね中心にね最近頑張ろうかと思ってる。何でかな、うん、分かんないな。やがてこのチャンネルもあれですよ、あの小学生とかが見るようになってね、あのキッズ占い、キッズなんか占ってて楽しくねえんだよな。そう、何を言ってるんだよ。そんな、あ、子供なんか出会ったりなんか全部ハッピーじゃねえかよ。極論。何でもハッピーなんだからいいんだよな。よし、いくぜ。うん。はい、これがですな。はい。あの人と出会った意味のね、あの、5番目。5番目いきますよ。はい。これが出会った意味ね、バン。はい。これはですね、はい。収穫予定あり。そうですね。収穫待ちですね。うん、金貨の7。金貨の7、収穫待ち。はい。なぜですか？ポン。ね、出会った意味ね、収穫待ち。そしてね、目標が定まる。そうですね。なんでしょう。この出会った意味。ね、まるで、あれですね、サッカーチームに入って、あのね、フットボールチームで、あのね、あのこれからこうレギュラーになるためみたいなところで、ね、出会っちゃったみたいな、そういうところですかね。なんかね、そういう意味らしいですよね。うん、このね、太陽はね、あのなんかね、目標が定まって進むんだけど、仲間がいたりするんだよね。まあまあ、うん、こんなんでね、うん、そこで収穫待ちなところでね、まあ、あの出会ったね。そうです。これが5ですね。まあいいんじゃないですか。ここからね、あの切磋琢磨したりとかね、なんかいい思い出あったんじゃないですかね。まあこれが5を選んだ人ですね。はい、5を選んだ人もね、当然ここはね、ソニーフラッシュ。ええ、どれもね、でも、そうね、よかったね、よかったね。イエーイ、大好き。なんか難しいな、これ角度がな、こんなかな。いろいろ考えてんのよ、いろいろね。いろいろ、でもさ、あのあれでもあれ、これやるようになってからね、チャンネル登録で、あのちょっとあの人気出始めた。ラス6で、はい、もうソニックさんが、はい、これを終わらして、あの早くあの扇風機回したいからね。適当にはやらない。そうですね、うん、適当にはやりませんね。そうです、もうこれであの皆さんタロット学んでくださいね。そうですね、うん、そうですよね。まあね、あの人と出会った意味ね、恋愛、人間関係全般。まあ、師匠、そうね、ソニックさんはどうでしょうね。別にね、タロットはタロットによって学んだからね。うん、あともうなんかやたらね、なんか英語の本読んだよ。うん、英語の本いっぱい読みました。なんか、うん、なんかね、でもね、偉い人もね、なんかね、うん、なんかね、そういうなんか権威みたいなのを売りにしてる人はね、やっぱその、なんだ、タロットの歴史みたいなので押してくるから、やっぱね、まあ、あの、カードの解説、意味甘いよね。うん、そう、うん。それよりもね、やっぱこう、なんつうの、うん、なんかね、職業変に持ってる人、うん、もうそう、あの、お医者さんとか、うん、お医者さんとかがタロットの意味をこうじゃねえかとか調べてるとかね、なんかね、うん、そういう人がやっぱやばい、うん、まあ、ソニックさんもミュージシャンだけど、うん、なんかね、そうそう、あの、ね、バックボーンを抜きにして、単純にカードの一枚一枚の意味を調べるやつ、ああいうやつが、うん、やばいよね。ま、そういうね、あの、名もない人がソニックさんの師匠だったね、うん、そうそうね、本でしか知らないけど、ね、そうです。いきますよ。あの人と出会った意味ね、6つ目ね。そうですね。それはどういうね、出会いだったんでしょうかね。まあ皆さんいろんな出会いね、最後のね、6つ目、あの人と出会った意味ね、意味が知りたいの、なんででしょう。はい、これがですね、ギリギリ間に合うから。うん、ギリギリ間に合うからですよ。なるほどね、ギリギリ間に合う。じゃあなんでやねん。それがですね、今が夜明け。そうですね、出会った意味はですね、もう間に合うね、間に合うギリギリのところでね、まあ、あの夜明けとして現れましたね。そうですよね。うん、まあこういう感じでね、良かったんじゃないですかね。間に合ったね。そうですね、ソニックさんと出会ったのはね、そう、夜明け、そう、今が夜明け、そう、剣の9が逆向き、今が夜明けですね。そうですね、これがね、まあ、あの棒の8、これはギリギリ間に合うね。こうやって覚えてくださいね。はい、まあそんなんですね、まあ、あのね、6を選んだ人もね、当然ここはソニーフラッシュね。そうですね、いい感じね。そうそう、うん、ね、うん、そうですね、うん、この流れでね、なんかソニックさんね、チャンネル登録皆さんありがとうね、チャンネル登録してくれてありがとうございますね。ソニックさんは皆さんのチャンネル登録によって、あのね、うん、美味しく、あのご飯がいただけてます。言っていいのかな。いや、言ってんだよ、俺はもう職業 YouTuber なんだから。はい、まあそんなんでね、はい、ソニックさんです。ソニックさんはですね、あの日曜日と
水曜日にタロットライブというのをやってますね。タロットライブはですね、ね、ソニックさんがリアルタイムで、もうあなたがこうね、ソニックさん占ってってやって、ソニックさんがニャーってやるっていう、そういうやつですね。うん。そうそう。最近は入札システムによってですね、まあ、もう、ごく早い時間に書き込むか、そこからあとお金を入れる。で、途中でインターバルでね、占いが、あります。まあ、とにかくね、張り付いてると占ってもらえるチャンスが存在しますんで、ね、日曜日と水曜日はね、ソニックさんチャンネルね、stay tuned ってやつで。わかる意味ね、ステイはとどまるね、チューンはこのチャンネルにね、ちゃんとキープしてね、そういうことね、そうですね、な感じですよね、まあ、ソニックさんですね。あと占い仲間がね、今日もいますね、まあ、そうそう、占い仲間いますんでね、うん、あとはですね、ソニックさんはタロット教えてますというか、今ここでも教えてんだけどね、今これで学んでね、うん、それでソニックさんはFacebook でタロットザソニックっていうところで意味の解説してますんでね、そこにたどり着くとリンクがあるんで、そこでポチッと出会いやってそうでね。で、あとはね、お友達とね、ソニックさんのね、チャンネル登録がね、できるんで、そう、チャンネル登録ですよ、チャンネル登録してほしい、チャンネル登録してね、そう、ソニックさんはね、ほんとチャンネル登録ね、あ、これさっきやったわ、あ、やばい、ボケたら年取ると、いろんな同じこと、何度も繰り返しちゃうね、そう、悲しみが止まらない、はい、もういいですね、十分です、ごめんなさい、十分楽しみました、ありがとうございました、今日もソニックさん、十分楽しみましたんでね、はい、なんかそんなんで、ところでございますね。じゃあ皆さんね、またすぐにお会いしましょうね。では皆さん、また次回お会いできるまで、チャー。